ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。なるほど。冬森さんいきますよ。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。どんなにいい席でも客の背中が一番よく見える。この回答はすごい。なんちゅう。ちょっと時間空けようか、これ。なあ、あれちょっとすごいわ。俺あれ出せたら帰る。なあ。まあいいよいいよ。ね、こんなん。え、行こう行こう。行こう行こう。上田も自分のやつ行こう行こう。そうだそうだ。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。そう。盛り上がってきたぜって言って、もう自分のもう手持ちのモンスターボールをガンガンガンってもうぐっちゃぐちゃにする。あ、こういうのこういうの。いいね。ありがとう。おいよ、まだ追ってくれ。ありがとう。こういうの得意やね。こういうのありがとう。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。あの、ウソッキーが、俺さ、存在自体は嘘なんだよ。でもさ、歌ぐらい本音でいいよな。かっこいい、かっこいい、かっこいい、うわー、かっこいい。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。2日間あるんですけど、タイトルがポケットモンスター富士サマソニ。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。なんか別のステージを見てた人たちが待機中に遠くの方のステージから美味しそうだにゃーにゃーすのダンスパーティー来たーってみんな走ってる。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。これあのたけしのカレー、これこの量で300円ってこれフェスの飯としてはこれ破格だよな。たけしはまだ少年のため損得という感情を知らない。わあ、なんていい笑顔。わあ、すげえ。おいしいという声だけで知らないのです。こんないい笑顔に。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。ちょっとお客さんのマナーが悪くて席取りされてて、あの居合切りの木でやってる。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。おいしい水1万本売れる。いいね、めっちゃ売れるな。IQ 低くて。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。いやよかったなってフェスから自転車で帰るとき能天気な曲に余韻を浮気されてしまう。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。初年度のフジロックぐらい雨降って、あのコダックの冷やしきゅうり屋さんがすごい余ることになる。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。が前日楽しみすぎて寝れないポッチャマがバズってる。いやーかわいい、ラテ出してかわいい、掛け布団かけて寝らんらんとしてるやないの。なんかちょっと似ちゃった。え、何似ちゃったの。おいイチャイチャすなよ。おい、やりそうなこと。俺さ、元々地方のダセーヒートランだったんだけど、マジでしがみついて床とか天井とかしがみ続けてたら、なんか伝説になってた。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。平沢進むかと思ったらオーキド博士。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。盛り上がっているフェスの上空で誰にも気づかれずにミュウが飛んでいる。あ、出た、スマブラのミュウ。入ってる人いなければ次のお題。なんやそれ、何一回一回そんな確認せなあかん答えないよ。そんなすっごいね、あのエロいこと言い当てた、ごめん。あ、やらはんかん、ほんなOK エロい答え出んの今から。エロくなってきた。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。ちょっとドラムが急にいなくなったんで、ギターのゴーリキーが事務所もう移植して怪力になってドラムもやってくれるって。日本はリアルから、リアルから、怪力のドラムやってくれる。石山さん腕がね、腕が、うわ、すげえ。
すごい。カイリキーの進化系がゴーリキーか、ゴーリキーがカイリキーになるかで悩んでた。そんなエロくもなんともない。エロくますよ。ずっと上げてるんですよ。なんかふざけてる間にずっと上げてるんですよ。でいきましょう。ポケモンの世界のロックフェスでありそうなこと。海外のバンドがドタキャンして全部メタモンでやった。すごいなぁ。いやこれはお始まりと終わりをきれいにまとめていただきましてありがとうございます。